やっぱり寂しいですしね、私は毎日この電車乗ってるんですけども、だいぶこの電車で仕事させてもらいましてね、往復1時間近く相当仕事ができるわけですね。それで車掌さんとも馴染みになっちまってね、居眠りやってると次はどこですよってちゃんと起こしてくれるんですよねバスではそういうことはできないから、いや、まあ残念だと言ったら残念ですね。はい、手話試験のお友達にならない方、はい、どちらでしょうか。はい、どちらかな。質問に今からですね、180円です。はい、スタートでお願いします。あの電車がもうこれで大分けだと思うとね、やっぱりこうなんとなく心寂しいですわ、バスの方よりやっぱり電車の方が都合がいいございますんだね。だから今日は散歩に来たんですよ、なくなるっていうんで。